安吾さんもね、咲子さんもね、超ひねくれもんですからね本もひねちゃおうって話でひねって展示も台形の額を作っちゃおうみたいな話で、だから最初の開口一番は電話した、メールか、安吾好きみたいな感じの一行だったような記憶に、うん、安吾 好きでしたね、好きってきたから好きって返しました。そう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 でもこの話しなかったですよね、戦争と一人の女に関してしなかったですね。坂口安吾ということを随分読んだので、その彼がこのお話を書いたタイミングとか、彼の中のこの本の位置みたいなものはすごい考えたかもしれない。安吾のこの中のこの話が離れるのに時間かかるっていうんですかね。本を作る上でものすごく難しいっていうのはやっぱり写真と言葉なんで、うんうん、絶対交わらないっていうなんかそれに挑戦してる本なんですけど、震えましたね。154枚、僕の仕事場にある日できたっていう連絡を受けて身震いしたっていうかね、あ、これとか、これはちょっとすごいなっていう感じで、154点を僕154点が何が写ってるかっていうのを徹底的に見るんで、野村さんの写真の黒ってカラフルなんですよ。そうした時に情報量があるんですね。で僕は実は黒が一番カラフルな色だなって思ってて、すごく難しいんですよ黒を表現するって。でもここだけの展示物を見てても多分どのぐらいあるんだろうっていう黒がね、階調がすごくある人で、でも写真を選ぶ時にはやっぱりその階調みたいなのを見ていくんで、その時にはあれかな、一回その焼いてくれたプリントを散々見て階調を見る感じかな、一人でこうなんか踊りながら写真集作ってるみたいな感じでやってますけどね。どれが一番最初に決めたの、どの写真を一番最初に決めたんですか。これですね、うんうん、だからすごい印象的でしたし、まあ、そのなんかあの、愛とは言わないですけど、その重さっていうかみたいなものは割と10年の人もこうやって30分の人もいろいろあの重いんですね。そのぐらいのなんかすれ違いざまに撮ったぐらいの感じの、うん、最後のあの猫の写真、あの猫の写真俺すっごい好きで、うんうん、最後の方にあれ入れたんだけど、この後すぐなくなっちゃったんですけど、最後にだからキラッとこう見てる感じですね。なんか分け隔てなく愛するものを愛してるっていう感じ、褒めすぎいい感じ、いい感じで、いい感じだと思います。でも基本的に撮るつもりで全てを見てますから、超イケメンとかそういうのじゃなくて、要するに人ってなると、うん、すぐこの人は俺の隣で口説いてるからね。赤ちゃんからは本当にあれまで、みんな男も女もみんな全部撮っちゃうっていう人だからね。それは坂口安吾の小説じゃなくて坂口安吾への愛はありましたから、それは全部かもしれないですね。